松平忠則は、江戸時代幕末から明治期の大名、家族。品の国上田藩七代の藩主、伊賀守家、藤井松平家九代。藩籍奉還を願い出て許可され、地藩時に任命される。明治維新後は、アメリカ合衆国に留学し、外務省に勤務。また、指揮部官を務めた。開園3年6月14日。 六代藩主、松平正雄の三男として誕生した。兄が創生したために生死となり、安政六年に父が急死したため家督を相続した。しかし、若年の相続のため、藩内構想が激化する。慶応四年の母親戦争では、明治新政府側に標準して、北越戦争、藍津戦争に出兵し、戦功により翌年に、 小天六三千国を下手された。明治二年六月、藩赤法還を経て、上田藩知事となる。しかし八月十六日には、百姓一揆が起こるなど、なおも藩内は混乱した。明治四年七月十四日の廃藩知見で、藩知事を免職される。明治五年から、弟の松平忠奴と共に、アメリカのラトガース大学に留学した。忠則は、 アメリカの主要大学の卒業生の中から、成績優秀者のみに与えられる、ファイ・ベータ・カッパを受けている。明治12年に日本に帰国し、明治13年から外務省御用係、外務省取調べ局に勤務する。明治17年の家族令で死者となる。明治23年の第一次帝国議会で、貴族院議員に選出されるも、忠則は辞退している。 明治28年3月19日に死去した。去年46。平成新州級家族家計体制によれば家族は以下の通り。実施はなく、弟の土井忠直の次男、松平忠正を養子に迎えて後を継がせた。忠正の時に家族制度の廃止を迎えている。ありがとうございます。